シロ、サヤカさん、先生、それにみんな助けに来たぜ。コウジ君、待ってたぜ兄貴。さすがはサブとコウジ、よくぞここまでたどり着いた。私はヒドラ元帥、ハッキー帝国の戦闘指揮官だ。余計な自己紹介をやらねえ。高視力研究所を解放しやがれ。そうはいかん。高視力もゲッター戦も我らの野望のために必要なものだからな。勝手なことを言ってんじゃねえ。高視力は俺のおじいちゃんとお父さんと先生たちが人生をかけて研究してきたんだ。早乙女博士にとってのゲッター戦もそうだ。この研究者の魂を踏みにじるお前たちは絶対に許さねえ。研究者の魂、威勢のいいことよ。だが人質がいるのを忘れるなよ。そう、サヤカさんがまだあいつらに捕まってる。コウジ君、私のことは構わないで。なめるなよ百鬼帝国、俺がここまで手ぶらで来るはずがねえだろうが。何？今だボス。おお、行くぜカブト。うお、今だ。しまった、途中時間。ヒドラ元帥、サヤカさんは返してもらうぜ。コウジ君、僕、今のうちに逃げるんだ。わかりました。落ち着いて、世話し博士。そうはさせん。カブトコウジ、貴様だけは逃げさん。うわっ、チッ。平戸卒で致命傷は免れたか。だが次は急所を打ち抜く。覚悟しろ。兄貴、やめて。マジンガゼと格納庫は教えるからもうやめて。何を言うんだ、サヤカさん。どういうつもりだ、女。カブトコウジの言う研究者の魂を売り渡すつもりか。マジンガゼットや高視力が、コウジ君が、ね、コウジ君にお父様にとってどれだけ大事か分かってる。でもコウジ君の命は、それよりも大事だから。バカな。研究よりも大切なものがあるだと。そうよ。あなたにはそれが理解できないの。えい、うるさい。このわしに歯向かったカブトコウジはここで始末する。女、お前はその後脳を改造してでも、マジンガゼットのアリコを吐かせてやる。そうはさせるかよ。ダメ、コウジ君。うわっ、元帥が撃たれたと。誰の仕業だ。天聖さん、無事だったのか。天聖君、君は今までどこに。邪魔者が入った。ここは引くぞ、鉄鋼機。こうなれば俺も出るしかないか。あとは外の敵を片付けるだけだ。待ってくれ天聖さん、今までどこにいたんだよ。こんな話は後でもできる。行くぞ。哲也さん、コウジ君、今は百鬼帝国と戦うのが先だ。マジンガ Z を発進させるんだ。わかりました先生。待ってコウジ君、パイロットソースが破れてる。兄貴、それならこれだ。こいつは、兄貴がいない間俺がバッチリ磨いておいたぜ。探求しろ。なんだ、研究所では何が起こってるんだ。毒眼器、わしはひとまず撤退する。お前は鉄鋼器とともに邪魔者を始末しろ。わかりました。そうはさせるかよ。ジェットパイルだったと。あんなところに隠してあったのか。さすが世話しなさい。ヘビはバッチリだ。行くぜ。言うて、なんとしても奴を落ち落とせ。せっかく出てきたのはいいが、このままじゃ。弱音を吐くな、コウジ君。無邪だ、哲也さん。いくらグレートでもそれ以上は持たない。生まれ変わった俺を甘く見るなよ、コウジ君。え？君は俺の父親で、ん？俺は君の父親であり、俺にとっても親代わりだった所長をくだらない嫉妬から見殺しにした。そして、恐竜帝国との決戦でも、武蔵という犠牲を出した。違う、哲也さん。それは誰かのせいではない。だが、俺は自分を許せなかった。だから俺は自分を再び鍛え直した。マジンガーにふさわしい男となるために。マジンガーにふさわしい男。行け、コウジ君。今の俺にはこの程度の攻撃など、蚊に刺されたようなものだ。行って、マジンガーに火を。俺たちの魂を入れろ。哲也さん、あんたやっぱり偉大な勇者だ。俺も一緒にやるぜ。あんたと一緒に悪と戦うために。行くぞ、マジンガー Z。 マジーゴー。キングビアル邪魔。まあね、
通に考えたら隠してたらそこだよね。だいたい、だいたいあのスーパーロボットプールの底に隠しがち。なんだと、あんなところにマジンガー Z 隠してあったのか。どうしたぜヒドラー元帥、下調べが甘かったよだな。うん、確かに。黙れ、とっくに現役を知り添えたロボットに何ができる。哲也さん、おう。え、何合体技？叩き潰してくれ。そいつをもらうわけにはいかねえな。コウジ君、慣れてないなんて言うなよ。分かったぜ、哲也さん。ブレストバーン、ブレストファイヤー。申し訳ありません。消し飛んだ、オーバーキルやねえか。おお、バカだ。見たか、ダブルマジンガンの力を。マジンガー Z は最新の高視力研究の成果によりさらなるパワーアップを果たしている。そうじゃ、引退どころかピッカピカの新型だ。コウジ君、哲也君、また君たちのコンビを見せてくれ。久々に乗ったにしてはやってくれるじゃないか、コウジ君。当たり前だぜ。俺とあんたの中に息づいてるマジンガー魂は不滅だからな。マジンガー魂か。やろうぜ、哲也さん。守るべき大切なもののために、この体が動く限り、俺たちのマジンガーと共に。おう。そのために俺は、地獄から蘇ったんだ。私たちも一緒、哲也。え？誰？北川純。さっきのコウジ君の言葉は、私たちを育ててくれた所長の言葉よ。おう、哲也。落ち込み状態から復帰したんならぶっ倒れるまで戦えよ。誰に向かって物を言ってるボス、俺は戦闘のプロだぜ。私の戦うはマジュグに乗ってなくてもコウジ君たちと同じ魂で。マジュグはチームの再結成ね。やるぞコウジ君。誰にしてるぜ哲也さん。あれが噂に聞くダブルマジンガーか。あ、今回最初からただ弁ですね。すごい迫力だ。さすがは元祖スーパーロボット。確かに。行くぞコウジ君、俺たちの力で百鬼帝国を蹴散らす。オーケー、哲也さん。ダブルマジンガーの恐れさをやつらに見せてやろうぜ。私もやりましょうよ。ジュンさん。わかったわよ。行こうよ、ボス。もしかして両手に花？今回はボスも活躍したからね。というわけで今日は特別よ。よかったですね、ボス。怪我してるのに無理した甲斐があったってもんですね。おうよ、これは張り切っちゃおうぜ。よっしゃ。一気に鬼退治と行くぜ。そうはさせん。あ、増えた。新たな100キロボットか。その通りだ、ゲッターロボよ。俺のは鉄鋼機。この人は。そしてこのメカ鉄鋼機こそが、お前たちを倒すために、俺が心血を注いで作り上げたロボットだ。ゲッターロボを倒すための、キロボットだって。鬼が仲間のあだ討ちってわけか。ふん。このような感情は俺にはない。ただ俺は科学者として、俺の作ったロボが最強であるのを証明したいだけだ。いいだろ、鉄鋼機。お前の挑戦受けてやる。行くぞ、ゲッターロボ。勝負だ。後期。どうした、サヤカさん。ダイアナの調子が悪いのか。うん、なんでもない。あの人は私を助けてくれた。でも、あの人は鬼。私たちの倒すべき敵なんだわ。行くぞ、ゲッターロボ。百鬼帝国と俺の科学の力を思い知るがいい。必中。なるほど。中ね。まあいいか、大丈夫だ。多いな。今持ってるやん。
こいつ一旦なんかゲッターと戦ったらフラグ立ちそうだね。これミッション続いてる？はい、オッケー。こちらこっちだ、変形。移動後の攻撃少ねえんだよな。3300でしょ。だよね、届かないもんね。あ、こっちの方が強いわ。分けるの他の携帯の攻撃も見なきゃね。せっかくだし。なんか覚えた。あ、これか、幸運か。悪くない。移動が狭い。さて、ゆっくり見ようか。いいな、勝った岩さん、いつでも出んの。行くぜ、哲也さん。コンビネーションで攻撃だ。任せろ、浩司君。動きは俺が合わせる。いいもんだな、この呼吸。変わってないってことか。浩司君、も俺も。スーパーロボット、元祖スーパーロボットの戦いぶり見せてくれ。これでも食らえ！ロケットパンチ！やられた！オッケー。ん？あ、そっか。痛い。これ集中されてまずい。ナイス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 。あぶねー。あ、やっぱ狙う。これ落ちるわ。避けるやん。ゲッターライカー強くね。
これで変形。バッシン。修理。これ使えばよかった。オール攻撃だからか。リーチが短い。あ、でも移動できんじゃん。行くぞゲッターロボ、お前を倒して俺とメカテック攻撃の力を証明してみせる。お前の自己満足のためにやられてたまるか。俺たちは守るべきもののために戦っているんだ。守るべきもの、そうだ、それがわからない夢は人の心を持たない鬼だ。行くぞ鉄攻撃、ゲッターとそれを操る人間の力をお前に思い知らせてやる。ショルダーキャノン、マビトンフレッショー、いいね。こいつからは逃げられないぜ。ゲッタービーム。いいね。どんぐらいくれた？あ、受けてない。オッケーオッケー。よいろんなと思うな。よかった。ゲイ、こっち何もしてないな、そういえば。1万か。
は俺に任せろ。微妙。我らの力、奴らに見せてやる。何やってやがる。俺に構え。黙って見ていろ。ロングレンジサイバー。まだまだだ。いや、じゃあフィニッシュは頼もうか。これはこれで気になるね。A アダプターいいね。ちぃ、メカ鉄鋼機の調整が不十分だったか。覚えてロケットロボ、次に会った時には決着をつけるぞ。メカ鉄鋼機、恐るべき敵だった。対ゲッターロボってのは伊達じゃねえようだぜ。奴の武器は各ゲッターのものを参考にしてやがる。だがよ、俺たちには奴にはない3人のチームワークがあるぜ。よく言うぜ弁慶、最初は戦う気はねえって好き勝手言ってたやってたくせによ。弁慶もあんたには言われたくないわよ。まあそういうなって、俺だって今はゲッターチームのちゃんとしたメンバーなんだからよ。そして彼らの絆も蘇ったようだな。哲也さん、コウシ君、俺の今までしてきたことはいくら詫びても足りることはない。俺はそれを戦うことで償っていく。それが俺を育ててくれたあの人への恩返しだと信じてな。分かったよ哲也さん。だが忘れないでくれよ、俺たちはマジンガーという絆で結ばれた兄弟だってことをな。ああ、よかったねコウジ、哲也さんとまた会えて。こうやって兄さんとヒカルさんとも、ま、きっとまた会えるよね。見えますかカブト博士、あなたの二人の息子はまた大きく成長しました。そして彼らのマジンガー魂はきっと悪を打ち破ってくれるでしょう。はい、あ、そっか、よかった。もうロジャー様々ですね。ありがとうございました。皆さんのおかげで百鬼帝国を撃退することができました。いえ、今日の勝利はコウジ君の哲也君の闘志の賜物でしょう。奴らの彼らの戦いはハッペやザフト、レッドやガウリ隊の若い連中にはいい刺激になったようです。しかしこれで百鬼帝国の狙いが日本の超エネルギーであることがはっきりしましたな。そうですな、早乙女研究所のゲッター戦と当研究所の行使力、奴らはこれらを手に入れて世界征服の力にするつもりだったのでしょう。先生、俺はこのままゼウスとして戦っていくつもりです。俺もです。百鬼帝国だけでなく平和を脅かす者全てが俺たちの倒すべき敵です。二人の気持ちは分かった。平左衛門さん、私の娘のさやかや純くん、ボス君たちもお願いします。彼らが協力してくれることはこちらとしても助かりますが、この間の緊急所の守りはどうされるつもりで。心配しなくても大丈夫ですよ。その前にこの日本から百鬼帝国を叩き出してやりますから。だが残念なことに百鬼帝国についてはその規模も本拠地も判明していない。勢いで物を言うのは相変わらずだな。人間社会に潜んだ奴らを見つけるのは至難の業だぜ。俺はその心配はいらない。ファントマン、姿が見えないと思っていたが、どこに行っていた。私なりに仕事をしてたのさ。レイブン、例のリストを。皆さん、こちらをご覧ください。これは、百鬼がすり替わっていると目される人間のリストか。この短時間の間にどうやってこれを。
以前から不審な行動が目立つ人物にはマークをつけておいたのですよ。私にはレイブンをはじめとする優秀なスタッフと友人がいますから。しかし驚くべきは百鬼一族の巧妙さです。奴らは直接的な権限を持つ人間と入れ替わるのではなく、その変腕的な、でいいのかな、人間を標的としていたのです。片腕か。普通に。なるほど。表に立つ人間がすり替わってはその変化が身につきやすいだろうからな。そして奴らは徐々に権力を持つ人間を影からコントロールしていき、日本を乗っ取ったというわけか。よし、それが分かれば、あとはこうしたら叩けばいいだけだ。ダメだ。あくまで連中の駆逐は人々の目に触れない方法でやらねばならない。どうしてです。考えてみたまえ。百鬼帝国の恐るべき手口が明らかになれば、人は自分の隣人を疑うようになる。恐ろしい話じゃな。下手をすれば疑心暗鬼によって社会は死滅していくというわけか、鬼だけにね。ではどうすればいいんだ。暗殺のような手段を取っていては時間がかかりすぎるぞ。今は木を待つんだ。奴らもゼウスが存在する以上このまま生還するとは思えない。おそらく百鬼帝国も近いうちに大きく動いてくるだろう。次の戦い、これが日本をかけての戦いになるのか。なるほどなるほど。どうか。早乙女研究所の制圧に失敗し、投手力研究所も奪還されたか。申し訳ございません、ブライ大帝。すべては前線の指揮を取った鉄鋼機の失態でございます。自分のせいではないんだね。まあいい。このゼウスとやらの位置から、確かに、侮ることができぬからな。動員さえ送っていただければ、すぐさま両研究所を制圧してお見せできるのですが。間違えるなよ、ヒドラ。我々の目的はこの世界の征服だ。超エネルギーのニュースはその手段に過ぎ。ではいかがしましょう。どうやら奴らは我々の工作員の洗い出しをしているようですが。ではあえて奴らの誘いに乗るとしよう。餌を撒き、奴らと正面から決戦を挑め。そんな、それは処刑宣告ですか。そうではない。メカ要塞機をそちらに送る。存分に戦ってみせよ。わかりました。あの巨大100キロボットがあれば恐れるものはありません。ゼウスを倒し、必ずは日本を完全に征服してみせましょう。抜かるでないぞ、ヒドラ。百鬼プライ。ブラー博士はいるか。ブライ大帝、ここに。お前の教え子の鉄鋼機が随分と勝手をしてくれているようだな。申し訳ございません。あれは才能はあるのですが、それゆえ気難しいところもありまして。まあいい。あれの使い方はヒドラーに任せよう。ただ、その結果がどうなろうと文句はないな、グラ。当然でございます。百鬼一族の全てはブライ大帝の望みを叶えるために存在するのですから。それで、例のエネルギーについては何か分かったか。あれはゲッター戦や攻守力とは全く別種の存在。場合によってはエネルギーとすら言えないかもしれません。あえて言えば次元力と申しましょうか。あれの暴発が時空破壊をもたらしたと言えるでしょう。このような奇妙かつ、強力な力が打天使とやらの次元時に計測されるとはな。興味深い事象ですが、両者の関係について推測するには現状ではデータが不足しております。ですが、あの力を自在に制御できれば、まさに世界を思うままにできましょう。ヒドラーには正面からゼウスに戦いを挑めと言っている。あのアクエリオンなるものが動けば、ラテン氏が出現する可能性が高い。この際に、次元力を観測するのだ。あれの正体が分かれば、彼に日本を失うことになっても惜しくはない。ヒブライ。ゲッター戦をはじめとする超エネルギーと、あの力を手に入れれば世界は百鬼帝国のものとなる。そしてその帝国を滑るもの。つまり、世界の支配者は、この大帝ブライを置いて他にはいないのだ。なんか言ってますね、勝手なことは。はい、というわけでね、これで一応何、ゲッターがまた、加わると。また一気にパワーアップしましたね、パーティーが。はい。まあ、次回はね、これも正体になんとか編成して挑んでいく形になるみたいですけれどもね。はい。まあ、とりあえず次回はどこに行って何をするのかってところで、またね、見どころ満載だと思いますけれども、また張り切っていきたいと思います。では、スーパーロボット大戦 Z 実況プレイパート51、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見てください。